1967年8月当時の千歳橋。左方向が松本城に通じる道。千歳橋は長野県松本市の目飛場川に架かる橋。この橋を渡りまっすぐ北に向かうと、松本城の入り口になる。目飛場川の本来の流路は現在とは違っていた。それを1550年の小笠原長時との戦いに、 勝ち子の地を支配するようになった武田氏が、深市場を整備する際に、城の外堀の機能を持たせるために流路を変更したという。江戸時代には、川の北側は武家地、南側は町人地であるとともに、合流した野麦街道と善光寺街道がさらに北に向かうために、武家地には入れず迂回する地点に近いという数用な橋であった。元は大手橋という、 木製の橋であった。木製ゆえたびたび流されたが、1876年になって取り壊した大手門問題の石を利用した石橋に変えられた。石製なので流されることなく千年も万年もと願って千歳橋となった。この橋の先には大手門があり、町人は通れなかった。町人がこの橋を渡り大名町通りに往来ができるようになるのは、 1870年3月からである。橋の北詰めには松本市の道路原表があり、北側のクランクは大手門のマス型の名残である。南側には1889年に移された考察場があった。ありがとうございます。